佐賀の観光鉄道株式会社は、西日本旅客鉄道の完全子会社で、京都府京都市に本社があり、佐賀の観光線の運営などを行う企業である。1989年3月に電化準備を呼び、複線化のため新線に切り替えられて廃止された、西日本旅客鉄道サニー日本線佐賀駅、馬堀駅間の急線を、 観光専用鉄道として利用するため1990年11月に設立された企業である。1991年4月に開業したトロッコ、佐賀駅トロッコ、亀岡駅間の佐賀の観光船の運営のほか、2003年4月からは、トロッコ、佐賀駅に隣接して建設された19世紀の科学技術や芸術を展示する19世紀ホール、二千十一年三月からは、 トロッコ、佐賀駅に設けられたジオラマ、京都、ジャパンの運営も行っている。日本民営鉄道協会に JR グループ及びその関連会社として唯一加盟している。デで重軽ディーゼル機関車を先頭にした編成。大阪駅でのお披露目、JR 西日本から譲り受けし、塗装などを変更した、デで重軽ディーゼル機関車1104号機を、動力者とし、 時に万五千経過車を改造した客車庫量が使用されている。予備の機関車として JR 西日本所属ので1 0 156号機が1104号機と同塗装に変更されている。2003年4月にトロッコ、佐賀駅に隣接して建設された19世紀ホールには蒸気機関車に加え歴史的ピアノ、大型オルガンなどの楽器が展示されている。機関車は C56K98 号機、C58K48 号機、弱高号の4両が生体保存されているほか、D51K603 号機の一部、C11 型と C57 型の動輪の実物を使ったオブジェがある。楽器は、ハプスブルク家の紋章が入った、ベーゼンドルファー・インペリアルモデル。 大型アーレンオルガンが展示されている。2004年から屋外に生体保存されていた D51K51 号機は老朽化のため2019年12月で展示を終了し解体されると報じられたが、個人に譲渡された。ありがとうございます。